いつもご覧いただきましてありがとうございます。3月6日、甲子園球場で行われました阪神対日本ハムのオープン戦。結果は阪神が3対0で日本ハムに勝ちました。 ま、開幕投手がね、内定している西投手がヒットを打たれながらも無失点に抑えました。5イニングを92球、打者22人に対して被安打が8、三振3つを奪ってファーボールは1つしか出しませんでした。まあ、その後ですね、阪神は前回打ち込まれました農美投手、そして小野投手、持月投手、エドワーズ投手と1イニングずつ繋つついで完封リレーを見せます。投手陣はね、本当に安定感を見せてくれたと思います。打つ方に関しましては5回の裏に梅野選手と北条選手に タイムリーが出ますそして近本選手の犠牲フライで3得点。ボーア選手とサンズ選手にはヒットが出ませんでした。このボーア選手の時にですね、日本ハム内野陣は極端なシフトを引きます。ボーア選手の第1打席はショートゴロだったんですけれども、ショートがですね、もうセカンドベースの後ろぐらいに守っていまして、こうセンター前にですね、抜けそうな当たりをショートがベースの後ろの方でさばいてアウトにしてるんですね。 ま、三遊間はですね、サードしかいない守備体系です。まあ、実際にね、セリーグの公式戦でこのような極端なシフトをですね、各球団が敷いてくるかどうかはわかりませんけれども、 今後ですね、こういった場面になった時に、ボーア選手がレフト前に、こう、ケイダーのヒットを放てるかどうかが注目です。そしてサンズ選手はですね、今日は徹底的にアウトコースの低めにボールを集められました。まあ、先週ですね、福岡で2打席連続ホームランを放ったんですけれども、今日はですね、日本ハムバッテリーの請球力にやられました。まあ、第1打席はですね、セカンドフライに倒れまして、第2打席、第3打席は見逃し三振です。まあ、こういった配球チャートですね、まずは第2打席。 そして第3打席の配球チャートです。まあ、前回の動画でね、今後インコースのさばき方を注目したいなという風うに言ったんですけれども、まあ、しばらくね各球団はまだオープン戦ですから、まあ、徹底してねアウトコースをついてくるのかなというような印象です。まあ、一方でですね、日本ハムの投手陣なんですけれども、先発しました有原投手が、 まあ、失点はしますけれども、4回までは無失点に抑えます。もちろんフォアボールは0で、三振を4つ奪う安定したピッチング。そしてですね、吉田康生投手が登板しました。まあ、2人を投げまして47球。打者9人に対してフォアボールがですね、ちょっと4つ出して、制球力はちょっと乱れていたかなというような印象です。 まあ本当ね、ストレートはですね、ええー、とこに決まってるボールもたくさんあったんですけれども、まあ結果は無失点と切り抜けましたけれども、今後に課題が残る登板だったと思います。まあしかしながらですね、持ってる素材は超一級品ですから、今季のブレイクに期待ですね。まあ阪神戦には投げんといてほしいですけどね。あとですね、野手では松本剛選手が2安打放ちます。昨年はですね、開幕1軍メンバーに名を連ねるも、出場はわずか4試合のみでした。 昨年7月にですね、右肘の手術を受けるなど不本意なシーズンでしたけれども、今年はですね、キャンプからバットが非常によく触れています。オープン戦もですね、現時点で17打数7安打、打率4割1分2厘と大変調子がいいです。まあ、交流戦とかにですね、こういったバッターは要注意だと思います。まああの、雨でね、1試合広島戦が流れてしまいましたけれども、オープン戦とはいえですね、各選手、打席に数多く立ってですね、ボールをたくさん見たい時期です。 まあ、土曜日、日曜日とね、ちょっと降水確率が心配なんですけれども、まあ、なんとかね、試合を行って、まあ、各選手ですね、開幕に向けて調整を進めていってほしいなというふうに思います。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。